何これ、めっちゃすごい。知ってたか春日、コミジュルは韓国語で蜘蛛の巣って意味らしい。なるほど、納得だね。てかこんなに電線引き込む意味って何なんだ。ご希望の品はこの一番上よ。おっと、何、何なの。脅かすなよ、たかがゴキブリじゃねえか。俺ん家で見るのよりやけにでかかったからつい。なあみんな、もっと驚くことがあるぜ。え、女が消えた。え、バカ野郎、一番なんで目離したんだよ。あんたもだろ。おい静かにしろって。誰かいるぞ。あ、出た、ボウガンだ。コミジュルのやつか。どう見ても歓迎されちゃいねえな。気持ち悪いお面かぶりやがって。なんだよ、ボウガン一本でもう終わりかい。何も言わねえのか。なら次はこっちから行くぜ。出られたもんだ。よし行くぞ。おでぼのがやってみるなら今見せてやるよ。よし、なめんなよ。見てなさい。やるか。100万年早いんだ。ちょっと、おい、おう、ああで出るね。
おい来た。おうよ、渡り切ってやったぜ。お、うん、ああおう、ここか。見つけたぜ。ここにいたか。どこに逃げやがる。ここか。見つけたぜ。俺の番だな。殺されたいらしいね。強いか。
逃げるなら今のうち。出せねえ。あっかまきた。ちょっと虫が顔に当たってな。ったく驚かせやがって。それはこっちのセリフなんだけど。いいですね、皆さん。お見事でした。お前、ご無礼いたしました。お許しいただけますか。マブチの牢で俺らを助けてくれた。覚えていていただけましたか。嬉しいですね。こないだは助けてくれて、今回は襲おうってか。こちらにも事情がございまして、申し訳ございません。何こいつ、嫌なやつ。ん？イケメンだって褒めてたろ。イケメンだけど、あいつは嫌い。私はコミジュロの参謀を務めております、ハン・ジュンギと申します。ハン・ジュンギ？なんでお仲間に俺らを襲わせたんだ。改めてあなた方のお手並みを拝見したかったもので、彼らにも決して殺すなと念を押しておいたんですがね。だんだん本気になっていくんで、正直ヒヤヒヤしましたよ。笑わせんな。もっと本気出してもらってよかったんだぜ。で、俺らの実力は分かってくれたってか。ええ、あなた方はお強い。でも私一人で十分抑え込める程度かと判断しました。なんだと？そちらのご用件は承知しています。理解が追いついていないでしょうが、なかなか危うい立場にいらっしゃるようだ。そのあたりもじっくりと勘で含めるように教えて差し上げます。まどろっこしいな。シンプルに言ってくれ、時間がねえんだよ。大事なことですからね。しっかり理解していただかないと困ります。だからバカにでも分かるようにお話しさせていただくつもりです。あくまで親切心からですよ。それで煽ってるつもりかい。バカで結構。俺のことどう思うとこっちはへとも思わねえ。個人的には好きですよ、あなたみたいな人。ではどうぞこちらへ。完全に舐められてるな、俺ら。言わしときゃいいんだ。ほんとムカつくイケメンよね。美人もイケメンも癖が強いのが多いね。まったくね。その点みんなはいいよね。どういう意味だ。なんでもない。
コミジュル以外でここに入った人間はほとんど記憶にありません。あなた方は特別な客です。ですからもっと喜んでくれてもいいんですよ。なんだこりゃ。これが偉人町における我々のしのぎです。町の防犯映像、潜伏しているコミジュル構成員の隠し撮り映像、その他さまざまなカメラを覗き見できるようになっています。ですがこれだけの情報システムです。維持するにはここの自家発電だけでは賄いきれません。そんなわけで町中から盗電してるわけか。ええ、お察しの通りです。偉人町において我々は比較的に新参者でしてね、清流会やハンピン・リューマンとの島争いに遅れを取り、そのおこぼれに預かったのがここコミジュルというわけです。ああ、我々はこれらの映像から導き出される情報を商品として、そして武器として自分たちの身を守っています。身を守っている。コミジュルの勢力は清流会やハンピン・リューマンほど大きくはありません。真っ向勝負の戦争となれば勝ち目はないでしょう。ですから彼らを適度に敵対させて均衡を保たせるバランサーでいることが我々が生き残るための戦略となったのです。バランサー？どういうことだ？例えばもしハンピン・リューマンの誰かが清流会の島に手を出したなら、我々は即座にその情報を清流会に流します。均衡を崩そうと動いた個人の情報を徹底的に調べ上げ、その友人家族の居所も敵対組織に渡すのです。そういう活動する我々の存在によって起きた火種も小さな段階で鎮火できます。また新たな火種の抑制にもつながります。つまり横浜は3つの組織の三すくみ状態というよりは、2つの大きな組織とその間を取り持つ情報組織で成り立っているのか。だからバランサーか。そういうことです。ハンピン・リューマンも清流会も我々には感謝しているはずですよ。感謝状をいただいたことはありませんがね。ちなみにもし火種を起こした人間がいたとして、その始末もコミジュルがやるのか。ケースバイケースですが、我々が手を下すケースが多いですね。そして少々痛い目に遭っていただくこともあれば、この世から消えていただくこともあります。あくまでビジネスとしての活動ですがね。じゃあもしかしてマブチももう始末したってことかい？ラオマーはまだご存命です。ですが、あちらのモニターを。え？乙姫ランドの店長の死亡推定時刻、その直前の店先が映っています。ラオマーとその一味の姿も。おお、これはまさに動かぬ証拠だ。俺らはこいつを探してたんだ。もちろん承知してますよ。今の映像を見ればマブチは黒、ハンピン・リューマンの蝶もそう納得するでしょう。は？しかしすぐにはお渡しできません。あなた方にはまだお目にかけたいものがあります。どういうことだ？ご覧になればわかりますよ。なんか雲行きが怪しくなってきたか。しょぼくれた声出すなって。頼むぜ相棒。